ある海外の雑誌の編集長がツイッターを打ってて、なるほどと思ったんですけど、国連の安全保障理事会の、常任理事国5カ国、そのトップが誰かというので写真を上げてみると、トランプさん、プーチンさん、習近平さん、そこにジョンソン、ボリジョンソンが加わっちゃったと。5カ国の4カ国がこの人たちかと、やれやれというツイッターを打ってらっしゃって、なるほどと思ったんですが、そういう意味では、ジョンソンさん誕生、これはどういうインパクトを世界に与えると、クレアさん思われますか。やっぱりイギリスがですね、非常に強い国だった時代から、逆にその中心国、あるいはその非常に弱小国になってきた、をですね、象徴すると思いますね。つまり他の人たちと比べてですね、イギリスの地位がどんどん落ちてるわけですね。それから英国の民主制、議会民主制という言われた、その我々が模範にしたような、そういう制度も崩れていくということで、イギリスのそのなんていうのが衰退するありさまをですね、ある意味では示しているということで、それは残念なんですけど、イギリスに長くいたものとしては非常に残念なんですが、やはりイギリスの弱小化を示すことであるなというふうに思いますね。堤さん、フランスはまだマクロンさんいて、これがルペンさんになったらどうしようなんてちょっと思っちゃったりするわけですが、五大国、常任理事国ですね。ヨーロッパもだんだんこういうポピュリズム的、トップが増えてきてる、ヨーロッパにも何らかの影響を与えますよね。もちろんだと思いますね。例えばイタリア、これまだ首相じゃないですけど、副首相のサルビーニさんという人はやはりもうかなり強烈なポピュリストでもありましてですね、だんだんそのこれまでは例えばハンガリーとかポーランドとか、ヨーロッパの中ではどちらかというと中小サイズの国にそういう人たちが出てきていたんですけど、だんだん主要国でも出てき始めた。でそれがイギリスでもイタリアでもそうだとなるとですね、本当にポピュリストの時代、国民投票が行われた2016年というのはある意味そのフェイクニュースとかポストトゥルースの始まりだった年だと私は思いますけど、今度はそうやってもうポピュリストが全部トップに立っていく、ポピュリストという名を借りた、ある意味こう非常に独裁的な権力を持った政治家の時代になってしまう。ただ一つだけ言わせていただくと、ボリス・ジョンソンさんの遠心力がですね、怪我の功名として働いて、先ほどのような議会の中のこう組み替えみたいなことが起これば、ひょっとしたら最悪の形のブレグジットにならずに、いわば穏健な離脱やひょっとしたら残留に行くかもしれない。もうこの際私はボリス・ジョンソンの遠心力に期待したいなと思ってます。高橋さんは、ボリス・ジョンソンさん誕生、首相誕生、これどう影響を与えるの、世界にどう影響ですか。安保理は気が合う人たち集まっていいんじゃないかって感じがしますけども、やはりその対米関係でいうとアメリカにものすごく気を使っているわけですよね。この前その大使をサポートしなかったというのは正直信じがたいようなことで、イギリスでも大問題になりましたけれども、非常に配慮していると。で貿易交渉でもアメリカはやっぱりとにかく優先しようとしているわけですけども、そうなると足元を見られるわけですよね。でその対米関係で配慮しすぎると、その中東にしてもヨーロッパにしてもロシアにしても、その独自の存在感というのをこれまで発揮したイギリスの外交というのは、もうそういう形の存在感というのはなかなか難しくなるんじゃないかなと思うんですよね。で彼の成功不成功、あるいは先ほど堤さんおっしゃったヨーロッパのポピュリストの動きというのも、結局彼の人気がどれぐらい続くのか、彼の手法がどれだけ通じるのかということによるんだろうと思います。堤さんどう思われますか。今イギリス人の頭の中には、ブレグジットしかないんですね。でもそれよりは多分今優先になる問題は、イランとか中東の問題ですね。そこは非常に難しい問題ですよね。それをちゃんと理解できてない人だったら、ちょっとなんかいろいろ失敗する可能性はあると思いますので、だからその面はボリスはどうするか、ちょっと結構注目したいんですよね。で番組の最初の時に、始まった時に、そういう意外なことあることは分かるんですが、必ず意外なことはあるんですよ。ありますか。でもどういう意外なこと、何のことが、分かんないんですよ。それはいいことか悪いことか分かんないんですよ。なるほどね。ただ、今話題に、イランのことなんですけどね、イギリスの外交でとても二律背反な外交をせざるを得ない、今その英国のタンカーが、
捕まったと、うん、でそれであの欧州で新しい連合を作って守ろうじゃないかと言いながらですね、欧州に呼びかけてるわけです。にもかかわらず欧州から私は出るんだと。なるほど。これはですね、これがですね、イギリス の, その、はい、自由民主党の人がですね、その EU がいかに大事なのかということを、このイランの問題を示したんだというふうに指摘してますね。はい、だから、はい